チームナックス人形劇、最優機最優がアイデンモンキーパーマは、主に独立曲を中心に放送されている人形劇シリーズである。2013年10月から12月まで、シーズン1、2014年4月から6月まで、シーズン2、2015年7月から9月まで、シーズン3が放送された。チームナックスのメンバーが出演する最優機をモチーフにした。 人形劇である。番組構成は、スタッフと話しているような悟空の一人喋りから、オープニングを挟み客が来るまでの A パート、客としてきた妖怪の正体を暴き成仏させるまでの B パート、お釈迦様による総括の C パート、悟空がその回のサブタイトルになっている歌を口ずさみながら、成仏させた妖怪に思いを馳せる D パートの